フェスティバル TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムズです。今日も音楽のお話しましょうよ。ありがとうございました。ありがとうございました。すごいでしょ。忙しい。全然忙しくない。夜勤を吐いて旅に出ようぜ。フェスティバル TV 今週も始まりました。どうもジョージ・ウィリアムズです。そして今回のゲストはゼンラロックです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あのまず名前すごいいいよね。ゼンラロック一回初めて聞いてすぐ脳に焼き付くっていうような名前なんだけど、どうやってゼンラロックになったんですか。なんとからロックっていう、なんかニューヨークのそれこそ80年代になんかギャング団があって、でまあそれのいわゆるギャグだったんですよ。そのなんかスコットラロックっていう人がいた、コークラロックっていう人は一応世界で最初の MC だってなっていて、でそのゼンラロックっていう人がいたんですね実は。で高校生の時になんかそういう先輩のパーティーに初めて行ったら、そのパーティーをしていた先輩たちが、お前見たことない顔だなって言われて、まあそりゃそうだ初めて来たんでみたいな。でしたらお前がゼンラロックだろって言われて、いやちょっとねもう完全に違いますみたいな。けどお前ゼンラロックっぽいから、じゃあお前ゼンラロックねっていうふうに言われて、そんなお名前いただいていいんですかと思って。けどそれにしてもすげえ名前、すごい名前だって。ゼンラロックってやっぱね、いろいろ例えば あのブッキングするときに全裸ロックだとライブとかでこうやって全裸になるんじゃないかな。多分いろいろ初期の頃もう1000回ぐらいは言われましたね。全裸ロックだから全裸でしょうとかね、はいはい、まあ、一応そういうときは心が裸ですとかそういうところでこうすり抜けてきて現在今日に至るっていう感じなんですけれども、あのもちろん言葉好きじゃないですか、はい、でその言葉にいつどのタイミングでその魅力っていうのを感じたんですか。なんか明確にその電流が走った瞬間ってあるんですか。いや、けどなんか最初は本当このヒップホップをやるにあたって、なんか自分は DJ をしていて、でその DJ をしながらちょっとおしゃべりしたり、ちょっとラップをしてみたりっていうスタイルだったんですけど、そのそれこそゼンラロックになって、いろんな先輩からお前はもう DJ 向いてないからラップをしろみたいなこうアドバイスがあって、けどまあ言ってもけど一生懸命 DJ もしてるしっていうので、なんかそういうのでなんか MC にななんかラッパーでも DJ からラップ結構大きな、まあ枠ではねもうもちろん同じ でも結構大きな違いじゃないですか。全然違いますね、はい、けどなんかそういう風になっちゃったって感じですかね。あとなんかその一人で当たり前ですけど大学生とか終わって大学とかも行ったんですけど、でどんどん友達とかってみんな就職して辞めてっちゃったりするじゃないですか、で中でじゃあ自分がヒップホップを続けていくためには一人でラップをするしかないな、最初はなんか友達の曲でワンバース蹴ったりとかそういうのをやってたんですけど、まあなんかそういうすげえ昔の話なんですけどねまあ音からもね目立つし、ゼンラロックっていう名前も目立つし、と指輪も目立つねありがとうございます。これやばいね。これはなんかなかなか ここまでの大きさの指輪してる人ってどうですか、見たことありますかこれはなんかブランドをやっていて、キャップのブランドを、まあ今日は違うんですけど、最近は洋服とかも作って、それのブランドの最初のロゴだったんで、なんかそれを作った時の思い出というか、ちょっとそれ80年代とかのカルチャーがすごい好きで、もうでかいの大は小を兼ねるというか
でもこう動いたりとか人切っちゃうよね、気をつけないと。そうですね、ちょっと指輪曲がっちゃいそうなんでプロテクト、はい、あのファンシー、はい、ファンシー、あの注目もされてて、で、まずあのどういう集まりですか。は、まあ、昔から個々には友人だったりはしたんですけれども、まあ、メンバーであるチンザドープネス、あとジーリナさんとなんか個々にはやっていて、例えば俺フューチャリングジーリナさん、俺フューチャリングチンザドープネスで、そうなってくると次はジーリナさんフューチャリングチンザドープネスっていうのもあってんで、あ、これってひょっとしたらそのテントでけど3人でやったことはなくて、最後の自分が出した4年前ぐらいのアルバムで、じゃあ3人でやってみましょうってやったら、1曲しかないんですけど、なんか地方の人たちが3人で来てくださいみたいな。で、あ、いや全然いいんだけど3人で行っても1曲しかないからどうしようかみたいな。けどここに DJ もできるし、じゃあなんか例えばなんか2時間とか3時間の枠でなんか面白いようにやってみるよみたいな。でそうなると、まあじゃあ新幹線とか飛行機でその地方に行くようになるんですけど、そうすると結構喋ってる内容が面白くて、ですごいリラックスしていけるし、あ、ひょっとしたらこれってグループでやったりしたら面白いんじゃないかなと思ったんですけど、まあいい年をしてというか、なかなかなんかちょっとラップグループやってみないっていうのもなかなか言いづらくて、けど本当その気持ちが自分が強くなってって誘ってみて、もうあっという間に3年ぐらいが過ぎてしまったっていうような感じですかね、うん。で、はい、いろんなフェスに当然呼ばれるし、はいはい、で9月ですよね、はい、そう、新しいアルバムが、あ、そうです、9月1日に、はい、でどんなアルバムになったんですか。まあ2枚目のアルバムで、そこまでにリリースしてる曲は6曲あるんで、そこに5曲新しい曲をくっつけて11曲もしくは12曲もちょっと増えるかなみたいな感じなんですけど、まあ、ちょうどねこれ収録してるタイミングではまだ、そうですね、制作中というか、はい、まあなんだけど、そうですね、まあ言ったらもう自分たちも大人で、けどやっぱりまだヒップホップが好きで、もう本当それこそ一緒に共演する子たちなんてもう年が半分以下っていうか、あ、なんだったらもう、かる、そう、ね、父親でもおかしくないというか、ね、けど同じステージだし、うん、同じ楽屋だし、ひょっとしたら同じ音楽も聴いてるし、けどなんかそういう意味でまだ、まあ、現役というか同じ若い子たちともシェアできて、まあ、全然違うっちゃ全然違うんですけど、ね、まあ昔、まあ、自分たちも20代だった時もあるし、気持ちもまだわかるし、ね、なんかそういう意味で、まあちょっと落ち着いては来れたかなっていうのはあるんで、なんかそういったなりのリリックとか、まああともちろんコロナとか、そういうのは結構楽曲にかなり反映されてるアルバムになってるかなというか、うん、はい。で、それ9月リリースで。ぜひ皆さん、ファンシー2枚目、ファンシー by ファンシー、ぜひチェックしてください。で、さっきここでライブやってくれたんじゃないですか、はいはいはい、どうでした。あ、面白かったです、ね、はい、で、一人で最近ソロのライブっていうのもなかなかなかったんで、うん、ちょっと新鮮でしたね、うん、まあ、今日はあの菊花賞っていうちょっと自分よりも若い、うん、彼はめったに DJ はやらないんですけど、まあ、ちょっと頼んで2人で作ってる曲もあるんで、ね、はい、ナイスガイだよね、ナイスガイ、ナイスガイ、はい、じゃあそのライブを見てからまたちょっとお話しましょう。そうですね、ぜひ。じゃ あの曲紹介をお願いします、はい、じゃあね、4曲やるんで、菊花賞と作ってる曲もあるし、ゼナロック久々のライブです、ぜひチェックしてってください、よろしくお願いします。キンフェスティバル TV、 やっぱやっぱ。こんにちは、ゼナロックです。キーンフェスティバル TV をご覧の皆様、今日はね、ちょっと4曲ぐらいだけライブをやりたいと思うんですけど、スペシャルゲストとして DJ 兼フューチャリングで菊花賞 in the building でございます。よい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 よ2021、まだまだコロナ終わんないかもしれないけど、楽しいおうち時間過ごしてください。では1曲目、フューチャリング BTV& パンピーでミッドナイトデリバリーリミックスです。行ってみよう、レッツゴー。Yeah, yeah. Alright, Zenna Rock on the mic. DJ Kick Show. まあ見てる人ミッドナイトじゃないかもしれないけど、夜みたいな感じでさ。ワンナック上からあるランナコとミッドナイトデリバリー、サンナコベストデスタ、チョイスオンで俺から
今いい湯加減だよ。惜しみつ時に鳴り響くこのサウンドに対する賛同者。歌え歌え歌え、もっともっと弾ける電子音、マジに溶け込むこの音、それをお届け奥まで、またとない今吸い込め、力になる今継続、未知なる波今飛び込む、再現なし All the E、 雲の上そこでも俺がそんなイメージ、思いをここに膨らまし、なななどこまでもデリバレるよ、新鮮生のスペーシー、ロマンティックな味わいだ今、ファンタスティックな喉越しだっつの、あ今夢見心地、まどろみの中を回遊、クルージングワンランク上から、ガンダコートビーナイデリバリー、サンラコンベストベストなチョイスを俺からそこ、グッナイグッナイ今いい湯加減だよ、牛びつ時に鳴り響くこのサウンドに対する賛同者、歌え歌え歌え、輝いたまま Let's go を引き裂いて、暗闇で手探りで探し求めた理想まで、あともうちょいおかしな旅の途中、空からばらまく音に染まる色あせた街にこの曲通ろう、閉塞したシステムぶち壊す、色づくマイレンジに愛しつけて、回転回転反転繰り返せ、何千回でも言ってやる今、水天の的音のフロンティア、ご覧点と線が混じるライン、アインシュタインのミートファックワンラクエカラーランラコーミンナイデリバリーサンラコーベストベストなチョイスを俺からそこ、ミンナイミンナイ今いい湯加減だよ、牛見つ時に鳴り響くこのサウンドに対する賛同者、歌え歌え歌え、歌え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 、夜が淵の敵くん君の求め For you 怪しい香り君の求めお届け中です。 Come on やりやって響こうよ、ビビビ響こう、 Come on 響こうよ響こうよ、yeah yeah響こうよ響こうよ、響こうよ、 Once again once again ワンラック上からランナーコートビーナイデリバリーサンナコンベストベストなチョイスを俺からそこ、みんないみんない今いい湯加減だよ、押し出す時に鳴り響くこのサウンドに対する賛同者、歌え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 、ありがとう、イエイエイ、ゼナロックです。じゃあちょっと今日は俺とキクがクロームとね金を身につけて履かせていただいてます。実はあれね、収録外は雨だけどそんなことは関係ないので聞いてください。次の曲は外が雨でも別にいいんじゃない、レッツゴー。音を頼りにそう楽しみ方
まま追っ払うとルールの中の中飛び込んでみ誰も知らないシンフォニーミクロとマクロが直結するこんなサウンドをガイドにさあ今夜はずっと飛んでけ気にしないでお前のステップでさあ今夜はずっと飛んでけ Three, two, one, come on 別にじゃない最近はファンシーというグループでやらさせていただいててお恥ずかしながらも一人でライブするっていうことがめったになかったんでちょっと友達の菊花賞に手伝ってもらってきてるんでお邪魔してます。お邪魔してます。一緒に作った曲をもう一曲さっきのは俺フューチャリング菊花賞だったんだけれど、はい、菊花賞フューチャリング全裸ロック&ジーリーナで、ジーリーナさん、はいはい、じゃあ曲紹介よろしくお願いします。はい、聞いてください、はい、クレオパトラとエトセトラI all my music lovers Ladies and gentlemen みんなチャンネル登録頼むぜとか言ってYap yap I ladies and gentlemen今日のファッションチェック足元は金です金です。カバンはクラウムです。ありがとうございます。帽子はジャイアンツです。アリビスジルメン結果どうかな。まばたきもせずに見とれた見とれた今
広かとびぼうはクレオパトラ、クレオパトラ交わりたい今夜恋心燃やして、okay. 狙うのは君さ、so. エキゾチック文明か、見つめ合った数だけ奪いたいその唇、踊らされたコブラの気持ち今ならわかる、yeah, yeah, yeah. 近づいた鼓動と遠のいてくビート、okay. 二人きりでそっとオアシスに行こう、ニューアルバム発売してんで、そっちのもぜひ。TV オンキーンストリームを見てる皆様お元気でしょうか、you. じゃあ最後の曲になります。この曲は3年4年かな、何年かな、ちょっとねそんぐらいなんですけれども実は最近やっている、さっき、アナウンスさせていただいたこのファンシーをというグループをやるきっかけになった曲なんで聴いてってください。フューチャリングチンザドープネスさん、そしてジーリナさんで、皆様をご招待する先は第七天国です。セブンスヘブン、セブンヘブン、セブンヘブン、ファイナルソン、みんな楽しんでくれ、そう週末のそうはこうで、だ
ことねえな、名乗る必要もないわ、はみ出しちゃうのが定番毎晩。アバンパラダイス夜空に向かってランニングマン、7番目のパラダイス、このメンツでどうで弾け飛び散る感覚、日々フレッシュな回転数33、たまらんまるでシャブロみたいな、いい時間知らないウィーク飛び込んでみな、きっといつでも VIP、 首だけあなたと夢でもクルーズイン、誰も知らないウィーク飛び込んでみな。第1第2 3 4 5の次、6の次は第7天国ですよ。アイシャラドもめっちゃザトップネス、ルーティンそれで分け道、 OK 引力の働き、溶け出す街の幻、パラダイムシフトネクステージ、浮かぶナンバーセブン、天使たちは羽伸ばす、めくるめく神秘的装具、ピラミッドミラクルフィルサーク、ライツカメラアセンション、ブリーズ解き放たれて死ぬ、ひそひそってこの瞬間 VIP、 首だけあなたと夜空でクルージング、誰も知らない、賛同者変化ナナアンタッチ未開拓、雲飽きる晩メドに乗る、パラダイス is very nice、 虹がかかる夜、ナナアンタッチ未開拓、雲飽きる晩メドに乗る、パラダイス is very nice、 虹がかかる夜、揺れろ週末の夜、週末の夜久しぶりのライブだったんですよね。ですね。全裸ロック。やっぱやっぱやっぱ。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったよね。よかった。まだソロもいけるかなっつって。はい、いけるいける。ファンシーでもいけて。はい。それ9月ね。はい。で今後どんなことどんな活動を考えてるんですか。そうですね。まあツアーがまたちょっとね、うん、コロナ次第だとは思うんですけれども、うん、あってまあさすがにそれでちょっと自分もあのソロをやっていこうかなっていう、うん、まああとそれこそ。昔からやってた DJ も今やってはいるんで、うん、DJ やって服も作ってけどソロのちょっと曲も作っていこうかなっていう、本当いろいろやってるね。ソロもファンシーもやって洋服もやって、はい、まあ、まあ全部やってやっと一人前になれるかなぐらいなまあ全部がね、はい、それ全裸ロックさんのそういう一面っていうかね、はい、もういろんな顔持っててで今日、まあ、これフェスティバル TV キンストリームじゃないですか、はい、いいの履いてんじゃないですか。いやー最高ですっつって
どうですかこのスライド。いや履きやすいですね、初めて今までちょっと履いたことがなかったんで、うん、まあこれからの季節とかはやっぱこう何て言うんですか、本当にそのまま履けるんで、そうそうそう、スライドでも裸足でもいいし革だし、うん、そうですね、ちょっと今年の夏はこれが活躍しそうな感じでございます。ありがとうございます、はい、じゃあでもうそろそろお別れなんですけど、はい、今回が、まあ、MDP、はい、プロダクションとの、はい、まあ、コラボ企画第2弾でこうやってお会いできてすごい嬉しかったです。いや恐縮です、ありがとうございます。またジュンさんに感謝です。そうね、ありがとうございます。じゃあ本当ありがとうございました。こちらこそです、ありがとうございます。皆さんまた来週です。 See you then, bye.